手こ取ります。手帳隊長、せーの、職業調査隊。職業調査隊。それでは、はい、本日は検察官のお仕事の解説をしていきたいと思います。はじめに、では検察官のなり方を3本教えてください。やっぱりあれですかね。ちょ待てよ、ちょ待っててよ。職業調査隊。それでは本日は検察官のお仕事の内容についてお話ししていきたいと思います。では初めに、検察官のお仕事の内容、どんなことをしていると思いますか？弁護士は被告側の弁護をする。被告に対して訴えてる側の味方をする。刑事裁判においての人です検事の話じゃないですか。あ、今弁護士の話。そうだ。あれ、被告側の弁護をするのが弁護士。原告？刑事裁判で来る人ですよね。うん、原告っていうのかな。原告って訴えられてる人。訴えてる人。被告、原告。でも別にさ、例えば殺人が起こりましたで、この人は訴えられない。うん、被害者側、容疑者側と被害者側。うん、被害者側の味方をするのが検察官。じゃあ実際どうなのか解説していきます。はい、検察官のお仕事内容は、警察と協力して事件を捜査し、起訴するかどうかの判断を下すのが検察官の仕事です。うん、この起訴する権利は検察官だけに与えられています。具体的な仕事内容は、裁判への立ち会い、証人喚問、証拠提出、罪状証明、求刑など多岐にわたります。高度な法律知識がないと検察官として働くことができないので、職についてからも勉強の日々です。仕事量が非常に多く、さらにミスができない仕事なので、正確さや常に冷静に物事を考え判断することが求められます。複数のことを一度にこなせる能力が必要なお仕事になっています。難しいですね。捜査から一緒にやるんですね。うん、なんか、ね、法廷にいるイメージだよね。うんうん、確かに今話題の裏金問題やったりとか、あれも検察官の方がどう動くかみたいな議論をしてる。そうだよね。職業調査隊。続きまして、その検察官になる方法、うん、どうやったら検察官になれるんでしょうか？これ司法試験ですね。そうだね、司法試験は絶対だね。だ、弁護士になるところでもちょっと出てきましたよね。うん、途中まで一緒な気がする、ね。裁判、教えて。はい、では検察官になる方法をお話ししていきます。検察官になるには次の手順を踏む必要があります。1、法科大学院を修了するか、司法試験予備試験に合格する。2、司法試験を受験して合格する。3、1年間の司法修習を受ける。4、司法修習講師、まあ、2回試験ってやつがあるみたいなんですけど、それに合格する。そして5つ目、法務省が行う面接試験を受け、能力や適性を求められる。ここをクリアすることによって検察官になることができる、うん、ということです。検察官になるプロセス、その今の5つのプロセスのどんな年齢ってどれぐらいなんだろうね。確かに結構年取ってそうじゃない。法科大学院を卒業するのってだって3年いそうな意味。25歳で卒業して司法試験一発だったとして25、6歳 で1年間超頑張るから、26歳とかの検察官いてもおかしくない。超エリート。だいたい30代に入ってからなんでしょうね、検察官。そうだと思うね。ってことを考えたら、あのヒーローに出てきてたキムタクとかクリューさん、超エリートだったんでしょうね、きっと。超エリートだったね。それを見せないから、かっこいいな。職業調査隊。続きまして、そんな検察官の年収はどのくらいなんでしょうか？公務員だもんね、法務省だもんね。うん、公務員。確かに、はい、法務省が面接する。1200万で
いや、そんな行かない。893万円です。お願いします。検察官の年収はちょっと幅が広いです、はい、約600万円から約2900万円。2900、はい、これはまあ等級によって月収が変わるため年収の幅は広くなっています。幕僚長、幕僚長になったら2900万円なんでしょうね。幕僚長っていうのか分からないけど幕僚長枠ですよ ね。検察官の等級、まあ、国家公務員なんですね、うん、検察官は。なので等級っていうのは検察官の俸給等に関する法律に基づいて決められており、1号に近いほど給与は高くなります。なるほど。月給が最も低い検事20号で233,400円、うん、ですが1号になると117,500円、うん、最高位の検事総長、これが幕僚長ですね、検事総長、はい、になると月収146,600円だそうです。あ、でもこれでもあ、ボーナスがそうなんですね。20個もあるんですね、等級が。でも20個の間に大体さ100万円の差があるじゃないですか、うんうん、で1号上がるごとに5万ずつ上がってくる、ね、あ、確かに確かに結構でかいですね、うん、でもあんだけ頑張ってもやっぱ最初は20個からってなるって大変ですね、うん、ね。検察官で一番怖いのはさ、やっぱり冤罪じゃないですか、うん、その人の人生をおかしくする可能性もある、うん、それでも僕はやってないみたいな、うんうん、裁判官が最後判決だもんね。そうですね。裁判官の方が重いね。裁判官重いですね、うん、最終決定権を持ってる人ですもんね。で、まあ、裁判官が検察側の資料とか弁護士側の資料を総括して決めますから。俺さ思うんだけど、弁護士側が A ですって言うんですよ。検察側がいや B ですって言って、裁判長ってなって、じゃあ B するとするじゃん、うん、単純に。弁護士側はある程度感情の部分とか情状酌量の余地みたいな、うんうんうん、そういうところも攻めポイントにあるけど、検察ってないじゃん、うんうん、だから検察の方がまあ言い方変だけど嘘ついてない可能性高いじゃん、うん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 、つきようがないというか、つく必要がないですよ、ね、そう、証拠を揃えられるかどうか、うん、でっち上げないでね、ちゃんとね、うん、それなのに検察側が負けるってほぼないんだよね。だからそうですね、だから弁護士側は負けが当然で、うん、そのどれだけ刑期とかその刑を減らせるか勝負みたいな感じです。そうだね、もう起訴されてる時点で有罪そうだねなことが多い。というわけで検察官のお話は以上になります、はい、このチャンネルでは職業選択の自由をもっと自由にをテーマにいろんな職業を紹介しております。他にも紹介職があればぜひコメント欄にコメントお願いします。チャンネル登録と高評価もぜひお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。